お帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。あんたから呼び出すなんて何かお困りごとすか？正義の味方は困ってる人に手を差し伸べるものっす。何でも話してみるといいっすよ。おお、なるほど。つまりプレゼントを用意したのはいいけど、喜んでもらえるか不安ってことっすね。それでどんな代物を用意したっすか？参考になるかわかんないっすけど、自分でよければいくらでもアドバイスするっすよ。これ最近出たばかりのベレルちゃんのお人形じゃないっすか。一緒に見に行ってから自分もベルルちゃんをチェックしてるっすよ。ヒーローも魔法少女も世界を守るための仲間っす。え、これを自分にっすか？誕生日プレゼント、ありがとうっす。自分で買うのはちょっと恥ずかしかったから嬉しいっす。自分を祝ってくれるなら最初に言ってほしかったっすよ。驚かせたかったって、もうまんまとしてやられたっす。プレゼントもそうっすけど、お祝いしてくれたことが一番嬉しいっす。よーし、今度は自分がびっくりするようなお返しするっすからね。覚悟するといいっす。